エクスプローラーボタンをクリックします。削除するフォルダーを表示し、選択します。フォルダーを右クリックします。削除を選択し、はいをクリックします。フォルダーが削除され、ゴミ箱に移動しました。完全に削除するには、 ゴミ箱から削除してください。